こんにちは。堀秀夫です。私がオーストラリアアマゾンマニュアルを作ったわけ。奴隷解放制限。私の転売ビジネスサポート歴は10年を超えます。月30万円稼げるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年間続いています。2010年に輸入ノウハウの本。2013年に 輸出ノウハウの本を出版しました。およそ30回も転職を重ねた秋っぽかった私が、なぜ10年以上も転売サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それだことは考えません。何人かの人が私の本やブログ、動画を見て、いいね。 自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば世界中どこでも暮らせます。アメリカ、ナパバレー、 これはオーパスワンのセーラー見学の時の写真です。シドニー。今も滞在しているシドニーです。ギリシャのアテネ。バリ島。ドバイ。好きな場所で暮らせて感謝されるなんて最高の仕事を見つけたと感謝の日々です。アマゾンに出会えて感謝。 通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。私も3年がかりで無駄金を使い、回り道をして妻の嫌味に耐えながら3年かけて稼げるようになりました。ところが Amazon を使えばわずか半年で結果が出ます。何しろやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。自力で稼ぐ力をつける。 私自身が欲しかった副業サポートサービス。私が作ったサービスは、副業でパソコンを使って稼ぎたい。でも何をすれば稼げるのかわからない。そんな昔の私が欲しかった副業サポートサービスです。私も、かつては、バリバリの社畜でした。いや、社畜以下、まさに奴隷でした。年間休日は数日。毎月の給料はもらえるものの、 いつ給料支払いが止まるかわからない毎日。いや、いつ給料支払いが止まるかわからないならまだましです。いつか給料が払えなくなるのは確実だと分かりながら働いていました。なぜなら私は家業の手伝いをしていたからです。経理をやり、雑用して運転手もするボロボロの家業の後取り息子。業種は理念サプライ。年賞1億円、借入れ金3億円。 当然赤字です。借入金の使い道は機械と理念の仕入れと運転資金。この数字と長身を聞けばビジネスをしたことがある人が見れば絶望的な数字だとすぐに検討がつくでしょう。そして当然の結果として倒産しました。毎日おむつ洗いをして1日13時間以上年中無休で働いてそれでも何も良いことなく潰れました。 儲からない仕事にこだわっても良いことなんて一つもない。仕事は楽しくて儲かる仕事がいい。そんな思いはこの時の体験から来ています。その後、東京に出てフリーターを経てから社畜となりました。月の休日は数日。勤務時間は朝8時から夜10時まで。すずめの涙の営業手当がつくので残業代はゼロ。それでもらえる毎月の給料は 風呂なしのアパートにしか住めない金額。これじゃあやってられないと転職しました。今度は月の休日は数日。勤務時間は朝9時から夜9時まで。1日300本以上の電話をする電話営業。1日300本のうち60本程度は、怒鳴られたり、バリ雑言を浴びせられます。それでもやっと風呂付きのマンションに住める給料をもらえるようになりました。 そして数年が経ち、年収1000万円を超えることができました。23歳で年収1200万円。まあ、これで不満があれば贅沢な気もします。しかし、満員電車が嫌だった。1000万円の価値しかないマンションを3000万円で売るのが後ろめたかった。15年以上働いているのに、独立企業としようと、独立企業しようと思った時に、 何をしてどう稼ぐのか分からなかった。会社勤めを何年続けても自分で稼ぐスキルは身につきません。そんな状態で稼ぎは増えたものの、鎖はついたままの社畜でした。輸出ビジネスに出会ってやっと自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから、 実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。あなたは最短距離で輸出ビジネスを身につけられる。私は、私はあなたにサポートをして喜ばれ好きな場所で暮らせる。 こんな素晴らしい仕事はないなと感謝の毎日です。そんな思いで輸出サポートを提供しています。日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。今年はオーストラリアアマゾンで稼ぎましょう。 日本に住んでいるあなたに、オーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。今、物販副業で稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一番です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出マニュアル、特別モニター募集ページを見てください。実際に、オーストラリアで高く売れた商品の紹介。 サポートサービスの内容紹介をしています。まあ、今動画を見ててね、ここをクリックしても何も起こらないよという方はね、えー、動画の説明欄の URL をクリックしてください。堀秀夫でした。